タロン・デビッド・エガートンはイングランド出身のウェールズ人俳優。エデュアーテンはエガートンと日本語表記されることが多いが、エジャトンの表記がより原音に忠実である。マージーサイド・バーケンヘッドの出身で、祖母がウェールズ人。タロンという名前は母親によるタランのミススペルであり、タランとはウェールズ語で雷の意味である。まさしく発音されないケースは、 多いとのこと。幼少期の一時期ウィラル半島で過ごした後、ウェールズのアングルシー島のスランバイルプールグーインギルに移住し、同地の小学校に入学した。12歳の時にアベリストイスに移住した。イングランド生まれであるものの、自身を喫水のウェールズ人だと認識しており、ウェールズ語に堪能である。イスゴールペングレース学校を経て、王立演劇学校に進学し、 2012年に学士を取得し卒業している。2011年に ITV1 のテレビシリーズオックスフォードミステリー・ルイス・ケーブのエピソード2本に早くとして出演し俳優キャリアをスタートする。その後、スカイ1のテレビシリーズザ・スモークにレギュラー出演する。2014年にはキングスマンでコリンファースト共演し知名度を上げる。 引き続き続編である、キングスマン、ゴールデンサークルにも出演している。同年に、ベラブリテンの自助伝を原作とした、戦場からのラブレターに出演した。2015年には、GQ ジャパンの50ベスト、ドレスドブリティッシュメ面の一人に選ばれ、引き続き2016年も選ばれている。2019年に公開したエルトン・ジョンの電気ミュージカル映画、ロケットマンで主演を務める。 エルトンは、キングスマン、ゴールデンサークルに亀を出演しており、エガートンは、シング、シングで、エルトンの楽曲、i a m Still Standing を歌唱するなどの縁があった。同作の演技で第77回ゴールデングローブ賞、主演団優勝を受賞。ムーミンの新作 TV、アニメシリーズ、ムーミンダニの仲間たちでは、ムーミントロールの声を担当。また、 公開時期未定のテトリスの電気映画にヘンク・ロジャース役として出演する。演劇学校時代に周囲の勧めで出場した歌唱コンテストにて優勝した過去を持ち、シング、シング、ロケットマンとミュージカル映画への出演を重ねている。ロケットマンメイキングにて監督のデクスター・フレッチャーはタロンはいろんな才能を持った俳優なんです。 彼が実際に映画の中で歌っているのですごく映像に説得力があります。素晴らしい声の持ち主なんですよと語った。音楽ディレクターのジャイルズ・マーティーンは、エルトンはタロンほどうまく僕の歌を歌う人を聞いたことがないと言っていました。エルトンが素晴らしいのは、彼はあえてタロンが彼の歌に独自の解釈を入れることを望んでいるっていうことです。今はこの映画で、 エルトンを演じることができる人物は、タロン以外には考えられないですね、と明かしている。第91回アカデミー賞の折には、毎年恒例のエルトン・ジョン・エイズ基金、主催アカデミー賞鑑賞チャリティーパーティーに出席し、エルトンと共に、可愛いダンサーを披露した。その後もスード・エルトンとのデュエットを披露しているほか、ヒュージャックマンのコンサートツアー、ザ・マン、 ザ・ミュージック・ザ・ショーのロンドン公演にもゲスト出演した。ありがとうございます。